はい、こんにちは。とうかさんです。そういえば、私、更年期の続編をしてなかったんですけど、更年期のことでちょっと話をしたいなと思って、動画回してます。あれからだいぶ経ったんですけど、5月から始まって、6、7、8、今もう9月で約4ヶ月の間、私は、あれからホルモン剤のルエストレジェルをこれ今使ってません。これは使わなくても寝れるようになったので、あと今自分がしてることは、毎週週に1回注射を打ちに行っています。自費診療なんですけど、プラセンタの方を打ちに行ってるんですけど、やっぱりこれを打ち出して全然変わってきました。全く本当にビフォーアフターぐらい変わって、普通に寝れるようにもなったし、このホルモン剤を使わなくても良くなったですけど、それは膀胱炎をやはり繰り返すんですよね。どうしたって膀胱炎、おしっこを我慢してるわけでもなく、もう行きたいと思ったら行くんですけど、なんか私は膀胱炎が日常になってて、すごく日常になってて、なんか慢性化してるんですけど、でも泌尿器科の先生には言われました。このままなんかまたなったら、何回もこうやって繰り返しなったら、一応膀胱のがん検査とかそういうのをしないといけないらしいです。そういうふうになってるみたいなんですけど、まあそういう感じなんですけど、今はよく膀胱炎にはなるんですけど、まあ便の拭き方とかもちゃんとしてる、もうウォシュレットを使わなくなって良くなった気がします。自分自身が多分敏感なので、ここの方は、だからそこの方はあまり刺激をしない方がいいのかな。い、そして現在も今膀胱炎になってるんですけど、膀胱炎になってても、もうなんか日常慢性化してる感じがして、膀胱炎ももう落ち着きがあり、自分自身がこういうふうにすればいい、でも泌尿器科にすぐ行って、もう大体膀胱炎になる手前っていうか、もう症状が薄い症状の時からもう分かるので、その時にもうすぐ、もう明日泌尿器科予約しとかないといけないと思って、すぐ予約していくんですけど、まあ、だからその抗生剤が、先生が出してくれる抗生剤と自分の今の病気に合ってるのかがすごく関わってくるんですけど、まあ今はそのクラビットっていう抗生剤を飲んでます。で、まあ本日泌尿器科に行くんですけど、約1週間経ってるので、だからちょっと、そう、この更年期の症状でも膀胱炎っていう症状があるので、確かに。だからまだ夜寝れるようになったのがまだいいのかなって、割とちょっと割とポジティブ、性格がプラス思考なので、そういった部分でもと助けられてるのかなって思います。自分自身がマイナスには絶対考えたくないので。だからそういう50代の人、アラフィフの方とか、やっぱりたくさんそういう悩みで、更年期の悩みで抱えてる方たくさんおられると思うんですけど、やっぱりしんどい時はしんどいと言えればいいなって私は思います。ですね、私が膀胱炎繰り返してるんですけど、その分で泌尿器科に今かかってるんですけど、泌尿器科も
で、検査してもらって、やはりちょっと違う、この前回行った泌尿器科とは違って、新しく探したところがあって、そこの泌尿器科今通ってるんですけど、そこで腎臓、肝臓、膵臓とかをエコーで見てもらったんですけど、やはり別に異常はないですよね、やっぱり。で、一応おしっこの検査で何の菌がいるのかっていうのをやっぱり検査していただいたら、やっぱりグラム陽性球菌があるみたいで、でもそれにはいろんな抗生剤もいろんな種類があるので、先生ももしかしたらこれを飲んでみて1週間後に効いてるか効いてないかをまた来てくださいっていうことで、それと一緒に私は夜間頻尿、よく夜間に夜中とかおしっこの尿意をすごく強く感じて起きる時があるんですよ、何回も。それがちょっとしんどくて、なんかおしっこを止める薬ないのかなと思って尿意をすごく強く感じるので、それを止めていただくために、泌尿器科から出た薬があって、ペオパージョ 50mg っていうのがあるんですけど、これは過剰な膀胱の運動を抑える新薬みたいなんですけど、これは今飲み続けてたんですけど、この分の副作用が割と膀胱炎ってあったんですよ。私そういうちょっと副作用どんなのかなと思って検索したりしたんですけど、1個を出さないといけない菌をこう洗い、すごく水を飲んで流さないといけないっていう思いがあったので、いやこれ逆におしっこを止めたらダメなんじゃないかなと思って、で割と腎炎で腎臓の方が悪くなるんじゃないかなと思ったんです、逆に。だから私は自己判断でこのペオパージョ夜間頻尿は昔もあったんですけど、でもちょっと自分で工夫したりして、ここから膝からここまでの何靴下みたいなのを履いたり、こういう感じのを足にこういうふうにここからここまでですね、ここにはめて寝てるんですけど、それがいいのか、人間やっぱ足から冷えるので、エアコンとかずっとつけてたら、それが良かったのが夜間頻尿がなくなって、でやっぱりやっぱり自己判断で、やっぱり自分なりに自分の体なので、先生の言いなりじゃなくて自分がちょっと考えてこれどうなのかなとか、すごく模索しながらやっていけばいいのかなって思いました。割とこの更年期の症状はやっぱり個人差があってすごく辛い人たちもいるし、私もやはりどちらかというと割と症状がある方ではないのかな。ただホットフラッシュけど、まあちょくちょくちょっと変わったことがありましたらまたご報告させていただきますので、このアラフィフ世代はすごく今多分すごくいろんな病気が出てくる年なんじゃな、年齢ではないのでしょうか。そう思う、すごく。はい、またこのチャンネルでお会いしましょう。またね、バイバーイ。